ほどで終着青森に到着いたします。どなた様もお忘れ物落とし物なさいませんようご支度の上お待ちください。あと10分ほどで終着青森に到着です。降り口左側3番線到着です。青森からの乗り換え列車ご案内いたします。普通列車新青森行き連絡通路渡り2番線から6時28分普通列車新青森行き2番線から6時28分東北新幹線ご利用のお客様は2番線から新青森行き普通列車ご利用ください。新青森よりも先弘前方面普通列車大館行き降りましたホーム向かい側4番線から6時52分普通列車大館行き4番線から6時52分青い森鉄道野辺地三沢方面快速列車八戸行き連絡通路渡り1番線から6時25分快速列車八戸行き1番線から6時25分普通列車八戸行き同じく1番線から6時50分普通列車八戸行き1番線から6時50分の連絡です。なお青森でお降りのお客様並びにお乗り換えのお客様この列車の進行方向後ろ側へお進みください。階段エスカレーター渡り突き当たり左手に曲がりますと2番線から1番線駅中央改札口へと続いております。また突き当たり右手に曲がりますと5番線から6番線西改札口へと続いております。皆様本日は札幌青森間を走行する急行浜那須のラストランです。皆様に愛され続けた急行浜那須についてご案内させていただきます。急行浜那須は昭和63年3月13日青函トンネル開業とともに快速海空号特急初狩号寝台特急北斗星号寝台特急日本海号と運転を開始した列車です。平成14年度のスーパー白鳥号運転に伴う快速海峡号特急初狩号の運転終了さらには昨年で運転を終了しました寝台特急北斗星号トワイライトエクスプレス号などとともに夢と希望を乗せて走り続けてまいりました。お客様にも社員にも親しまれそして数々のドラマを演出してまいりましたが3月26日の北海道新幹線開業に伴いあと7分ほどでその役目を終えようとしております。ずっと走り続けると熱望されていた急行浜那須号が本日で最後だと思うととても寂しい思いでいっぱいです。私は約1年半ほど乗務してまいりましたが様々なお客様と出会うことができまた多くのことを学ばせてもらった短い間ではありましたが私にとってもとても影響力の大きい列車でした。本日をもちまして上りの急行浜那須は最終運行となりますがこれからもお客様のお心の中でいつまでも走り続けてくれることを心より願っております。本日ご乗車の皆様またこれまで浜那須にご乗車いただいた皆様急行浜那須を愛し応援してくださった皆様へ JR 北海道社員を代表してお礼申し上げます。皆様これまで急行浜那須号を愛しラストランにご乗車くださいまして誠にありがとうございました。今後とも JR 北海道そして開業する北海道新幹線のご愛好をよろしくお願いいたします。またこの列車はお客様が降りられました後は車庫に入る回送列車となりドアを閉めさせていただきます。どなた様もお忘れ物落とし物また急行浜那須号の思い出を車内にお忘れになりませんようお気をつけてお降りください。
本日は上り急行浜那須最小運行にご利用いただきましてありがとうございました。